早いもんだな。兄さんの四十九日ももうすぐなんですね。何なんだ、何なんだ。ねえお母さん、兄さんももっと早くお嫁さんもらってたらこんなことにならなかったかもしれないね。そうだったね。そうだよ、あの人宗方さんのお嬢さんなんかちょうどよかったんじゃないかな。お黙り。いまだにお線香一つあげに来ない不良少女のことなんか聞きたくありません。ありがとう。私の間違ってないことお姉様だけには分かっていただけるわね。お葬式にもそれからお悔やみにも行かなかったわけは私自身がもしのような気がしたからなんだわ。小さいお嬢様、お食事でございますよ。はい。お姉様、あんまりくよくよしない方がいいわよ。体が大事だってお母様言ってらしたわ。ありがとう。お姉様より私の方が不幸だったわね。結局私の負けだわ。負け？まあそんなこと。いいえ。生まれてくる子供、お父様を知らない赤ちゃん、でもいいわ。坊やはこれからの新しい生活の目標なんですもの。あの人との純愛の方に。だけどおじさまやおばさまにどう打ち明けるつもり？お父様どんな。立派にしたいって言ってるんです。よろしくね。どうもご愁傷のことで。でもどうもこういうことは苦手でしたね。やっぱり兄貴がいないとダメですな。ごもっともさまで。あの不動様のお坊ちゃま、お前の方が。胸方でございます。 あなたが明美さんですか。私京子。いや、こんにちは。今お宅伺ったら皆さんお留守。母親でもなんかご用で。いいえ、お兄様のお墓参りに。ありがとう。兄貴もきっと。じゃあどうぞこちら。もっと早く来られるかと思ってました。は、実は僕も墓へ参るって気持ちは起こらなかったんです。兄貴の死んだのがまだ嘘のような気がして。どうぞお先に。あのありがとう。あなたの写真とお手紙が兄の引き出しに入ってたの。僕がこっそりお棺の中に入れて一緒に焼きましたけど。
いけませんでしょうか。ありがとう。本当にありがとう。おいくつですか。15。おお、大きいな。何年生。3年よ。じゃあ S とかなんとかって騒いでるんでしょ。まあ、いやだ。さあ、参りましょう。じゃございませんか、ご月食は。ねえ、あけみさん、お前さん、もういい加減に結婚する気にならないかな。そうすれば気分も変わるだろうし。気分を変えるために結婚するなんて、そんなバカなことできないわ。向こうは気心のよく分かってる男だし。また青木さんのこと。うん、せめて婚約だけでもしてるから。結婚は1年後でも2年後でもいい。そんな先のこといよいよできないわ。だって向こうはお前を愛しきってる男だもの。ダメ、私誰とも結婚なんかしないわ。なぜだね。はっきりした理由を言ってごらん。理由がなければ。ありますの。じゃあおっしゃい。でもお父様には言えません。なぜ。青木さんがお嫌なのは体ごとか悪いんじゃない。小坂さんに見ていただいたらどう。いいの、お母様の病気と違うわ。間違っても怒っちゃいけないわよ、明美ちゃん。あなた、工藤さんと、もしや。赤ちゃんができているんじゃないの。
になるの？二月？三月？四月ぐらい？かもしれないの。それなのに、ほっといてどうするつもりだったの？お母さんにそう言ってくれれば、どんな無理をしてもちゃんと結婚させてあげたのに。堪忍してお母さん。どうして工藤さんあんなことになっちゃったんだろうね。でもあの人赤ちゃんを残してってくれたから、私まだ諦めがつくの。困りましたね。とにかくお父さんには申し上げなければなりませんよ。でももう心配しないで。いや私お父様には叱られるの嫌だわ。明日私のいない時にお話しして。ではそうしましょうね。あなた冷えないようにしてるの？靴下なんか履かない時があるわね。ダメですよ。もう洋服着るのをよしなさいね。お母さん、堪忍して。おばさま、ただいま。雨やってきたのよ。ね、おかりば焼きってとてもうまいんですよねえ。あのおあつらいは？あ、恐ろしく腹減ってんだ。見繕ってもらおう。あ、かしこまりました。あのおビールでも。そうだな、サイダーもらおう。はお酒召し上がらないの？飲みます。じゃあおもらいになればいいのに。いや今日はいいんです。それより今車の中で伺った青木とかっていう人は子供のことを承知で結婚してくれないんですか？私に結婚しろっておっしゃるの？なぜしないんです？できっこないじゃありませんか。そうかな。僕はそうした方が幸福だと思うかな。それができるくらいなら子供の籍を入れるご相談なんかしませんわ。私は生まれてくる子供をお兄様の子として私だけの力で育てていくことが一番生きがいがあると思いますの。その決心は立派だし、しそうだけど。急いでね。あ、ただいま。じゃあお願いいたします。私名義の貯金が2000円ぐらいありますの。だから当分それで生活してる間にタイプライターか洋裁か、仕方がなければダンサーでもいいわ。とにかく女でできる仕事を覚えて。でもそんなことお父さんがお許しになると思いますか？許さなくたって私。子供の席のことは何としてでも僕が引き受けます。しかし今の世の中じゃ女の自活なんて実際惨めなもんですよ。悲しみを忘れたり生きがいを感じたりするようなそんないい仕事なんてあるわけありませんよ。それより一人の男性に頼るのがずっと強いと思いますね。どうです、その青木っていう人と。嫌です。片輪になったってあんな人と。弱ったな。あなたは若いくせに実利的なことばかり言うのね。もっとも籍を入れるとなると僕ん家の財産はその赤ちゃんのもんだし、あなたの生活費ぐらいは出せると思いますがね。あら、私そんな意味で。いや、それは分かってますよ。しかしそれが赤ちゃんの権利であり、同時にあなたの権利じゃありませんか。いやいや、私誰の世話にもならず
自分で育てたいんです。お帰りなさい。おじさまこのお部屋でしばらくあなたのお帰りを待ってらっしゃったのよ。あら、の話でおじさまご気分が悪くなったらしいのよ。だから今夜はもうお会いにならない方がいいわ。分かってるわ、お父様の気持ち。行ってお詫びしたいんだけど、怖いから明日にするわ。青木さんもさっきお見えになったのよ。おじさまがあなたのことをはっきりお断りになったんで、とてもしゃげてお帰りになったわ。お父様に手紙書くわ。お姉様持ってってくださらない？手紙を？同じ家の中でおかしくない？大丈夫、私うまく書くから。
まり何も書いてないね。え、私が娘たちのことをなおざりにしたのはいけなかったんです。だけどおばさまお体が悪いんですもん。世間の思惑や明美の将来のことを考えると私だって相手の男に憎しみを感じます。あなた、明美はいつの間にかも母性の強さっていうものを持っているんです。驚きましたわ。私も手紙を書こう。ならなかったのだ。そんな偶然はいくらでも避けられるのだ。がむしゃらに自動車を飛ばすから衝突する。衝突するのは偶然でもがむしゃらに飛ばしたのは飛ばしたものの責任だ。お前が好きな道を選ぶ前になぜ私の許しを得なかったのだ。私はお前を憎みたい。しかし憎めないから私は苦しい。私は悲しみと憤りとでいっぱいだ。お前が手紙を書いたのは賢い。口で話したらお父さんはきっとお前を殴ったに違いない。私にもどうしていいかわからない。青木君の方はもちろん断る。頼んでも誰がもらってくれる。これからよ。え？これからお姉様が幸福になるか、明美が勝つか。お隣の坊ちゃんがどっかから拾ってきたらしいんだよ。ゆうべもよっぴて泣き通しよ。嫌だよ。ねえ、お母さんも孫でもあるとそうお経ばかりも読んでいらんないでしょうね。そりゃあお前自然まめに働かなきゃならないからね。孫は欲しい。体も丈夫になるだろうしね。お前が早く嫁を取ってくれればいいんだよ。僕が結婚しなくてもお母さんに孫があるとしたら嬉しい？驚く？そんなバカをおいでない。お母さんは兄さんの恋人に会ったことあるんでしょ？宗形さんのお嬢さんだ。あの可愛い。妙な言葉をお使いなんだね。恋人だなんて汚らわしい。汚らわしいったって恋人に違いないんだもん。
夏の初めからずっと死ぬまで仲が良かったんだ。そんな嫌な話をして仏様はバカにするもんじゃありませんよ。仏様は言ってもらいたがってますよ。お母さん、あのお嬢さんは兄さんの子供を産むんですよ。え？かわいそうに、結婚もしないうちに夫に死なれて気の毒なおじさんさとんでもない。誰からそんなこと聞いてきたの？本人から直接聞いたのさ。子供は自分で育てるから籍だけ入れてほしいって言ってましたよ。兄さんを本当に愛してたから、あんな不幸にあったって子供のあることをかえって喜んでるらしいんですね。どうお母さん、感心しない？籍だけは早く入れてあげるといいですね。お前、いつあの女に会ったの？一昨日お墓参りで、話は夕べ銀座で聞いたんです。どうして一平の子だって言うんです？だってそうに違いないんだもん。別れしません、あんな不死だらな娘のこと。不死だらは兄さんだってしたんだ。一平は騙されていたんです。バカな、お母さんどうかしてんな。明日は兄さんの短い人生に咲いたたった一つの花だ。兄さんの一生の傑作ですよ。羨ましいや。誰の子か分かったもんじゃない。両親にも隠せなくなったもんだから、死人に口なし。一平に押し付けるつもりなんだろ。そんな悪い娘かどうか一目見りゃ分かるじゃありませんか。裁判にでもなら僕は立派に兄の子だって証言しますよ。バカなことはおいでない。席のどうのってお母さんは断然不承知です。よりもお元気ですね。は、私、ありがとう。やっと少し元気になりましたの。大変お悲しいことがおありになったそうで。ありがとう。お父様からご宣告を受けたことは受けましたが、僕はあなたが過去においてどんなご体験がおありになったとしても。体験ってどういうことなの？あ、そのつまりなんです。あなたが今までにその他に愛人がおありになったとしてもです。父は私のことをどんなふうに申しましたかしら？いえ、そのなんです、よく伺いました。あなたの現在のお悲しいご事情。しかし僕はそんなことは一切構いません。僕はただあなたが僕と結婚してくださるお気持ちさえになってくだされば、そんな過去のことなんか。お父様は本当のことをお話ししてないんですわ。いえ、それはおっしゃいました。工藤君との、しかし僕はそんな過去のことなんか一切問題にいたしません。青木さん、私お母さんになりますのよ。お母さんに？え、そう。ご存じなかったの？恋は身に染みて嬉しいんですけど、結婚の話はこれで打ち切りにしてくださいましね。あ、かしこまりました。いえ、もう決して無理なことは申しません。かしこまりました。かしこまりました。こんな私なんかお忘れなって、いい奥様をおもらい遊ばせ。はっ。言い出すのは変ですけど、生まれてくる赤ちゃんのために仮にですよ、あなた僕と結婚してくれませんか？え？でないと
せっかく入籍しても赤ちゃんは僕の私生児になるんです。まあ私生児とか諸子とかそんな嫌な名前をつけたくなかったら。どうすればいいの？どうもそうするより他に方法がないらしいんです。もちろんこれは非常手段ですよ。しかし僕としては今が一番言いやすいんです。もしもっとお付き合いしてるうちにあなたを好きにでもなったりしたら何か不純なような気がして言い出せなくなるでしょうし。それともお嫌ですか？嫌じゃありません。青木さんと結婚することに比べたら100倍も嬉しいわ。でもあなたにお気の毒で私の方から何も言えないわ。何が気の毒なんです？あなたは愛してらっしゃるお方がおありになるんでしょ？そんなことに苦情を言ってくれるにはそんな気の利いた女なんかありませんよ。その点じゃ兄貴は幸せでしたな。でも私とあなたが仮に結婚するとして私が赤ちゃん生まれたらどうなるの？そいつですがね、僕とあなたとの結婚は赤ちゃんを合法的な子供にするためなんですから。赤ちゃんが生まれて入籍の手続きさえ済めばすぐ離婚してもいいんですよ。でも私がずっとあなたのお宅にいたくなったらどうなるの？そんなら二人で暮らそうじゃありませんか。ああそんなら本当のご夫婦じゃない？まあその問題は赤ちゃんが生まれてからでもいいじゃありませんか。え、それはいいわ。いただけないでしょうか。君が明美を。まるで足元から鳥の立つような急なお話で申し訳ありません。兄があんな風に急に死んでしまって、しかも明美さんには子供ができて、僕としてはそれがお気の毒で、その解決のために二度三度とお会いしている間にだんだん明美さんのいいところが分かってきたんです。急に結婚したい気持ちになる。世間にもよくあることです。兄が死んだ場合弟は家を継ぐ、兄嫁は子供を残して家を出て行かなきゃならない。そんな場合兄嫁もかわいそうですし子供もかわいそうです。それで弟が兄嫁と結婚する、みんなが幸福になる。明美さんを兄嫁だなんて失礼ですが、僕はまあそんな風に考えたんです。僕は至極平凡な人間ですし身分も違いますが、そんなわけでぜひ明美さんをいただきたいんです。いや、君は決して平凡な人間じゃない。君の気持ちはよくわかる。僕としては許すも許さないもない、むしろ感謝したい気持ちでいっぱいだが、しかし君のお母さんはどうなんですか？賛成されてるんですか？母は驚いて反対するかもしれません。しかし僕は断然押し切るつもりです。それでお願いがあるんですが、仲人にはなるべくお知り合いのうちで爵位の高い、母がお目にかかっただけでハッハッってお辞儀をしてしまいそうな有名な方を選んでいただきたいんです。君はなかなか才人だな。それから結婚式はなるべく早く、来月早々にでもやっていただきたいんです。うん、それは僕賛成です。それから万一君のお母さんが不賛成な場合はですな、結婚の費用などは一切僕の方に負担させていただきたいんだが。あり
とうございます。そう願うかもしれません。君は今お仕事はどの方面なんですか？どうぞ。ところで肝心なことを忘れておったが、このことは無論明美も承知しておるんでしょうな。もちろんです。そうですか。工藤君ありがとう。これを言います。ありがとう。いや僕こそありがとうございました。では飯にしましょうか。君は酒はどうですか？多少いただきます。じゃあ円つなぎ一つやりますか。お待ちしてもよろしくございます。急いでくれたまえ。それからお調子をな。はい。お手洗い。君は外交官としても十分大成しますな。趣味になっちゃったの？亮太さん妙に日本趣味なところがあるの。久米さんと違ってどこか趣味も複雑よ。そう？一平さんは自分の育てられた生活を極端に嫌がってたけど、亮太さんはそれを肯定して、しかも新しいものも好きなの。お嬢なんかとても上手よ。あなた楽しそうね。どんな教務員だってすぐ馴染めるのね。性格の違いね。でも帰りが遅かったりすると心配よ。まあ負けた。今何時頃？知らない。ねえ、やばい。はい。羊羹切ってきてよ。はい。野上さんからお便りあって。実はそのご相談に来たの。あの人筆不精よ。今までにやっと2通。あんたの方も出さないんじゃないの？私だったら毎日書くわ。遠く離れてるんですもの。そんなことじゃないのよ。困ったことができちゃったの。パパがまた何か言い出したの？青木さんと。あなたと？まあ驚いた。野上さんなんか待たないで早く結婚しろっておっしゃるの。
女の子は心配で困るって言うんでしょ。なけなしのお金で養子する男なんかどうせ師匠が女房を苦労させるに決まってるって。お姉様もちろん断ったでしょ。私のお古なんか嫌だっておっしゃった。私にそんなこと言える？考えさせてくださいって申し上げたの。考えれば青木と結婚してもよくなって。だから私野上さんに早く帰ってきてもらうの。お姉さま、野上さんはそんなに好きじゃないの？好きは好きよ。好きなら好きで野上さんと結婚しますってはっきり断ればいいじゃないの。また例の調子で青木に何か同情しちゃったんじゃない？あの男すぐつきあがんだから。でもおじさまはね、あなたのことがあったんで青木さんにも青木さんのお家にもすまないと思ってらっしゃるのよ。嫌なパパ。青木はパパの虫ね。お姉さまはっきりおっしゃいよ、パパにも青木にも。お帰り遊ばせ。疲れてきたでしょ。うん、どうなった。京子ちゃん一緒じゃないの。ええ。あ、いらっしゃい。お留守にお邪魔しまして。いい家でしょ。ええ、いつも綺麗だな。お姉様本当に綺麗よ。いや、岩国さん。お着替えになったら。あ、ちょっと失礼。男ね。あら、明美さん、そんなことおっしゃらないでよ。青木って忘れっぽいのね。私に求婚した男よ。ああ、あの人、それが今度はね、歌子姉様にプロポーズしたんですって。明美さん、ひどいわ。もう嫌。私帰るわ。じゃあ言わない。言わないけど、亮太さんは身の上相談の博士よ。独特の手腕があるの。ねえ、あなただって断った方がいいと思いならない？そうだな。しかしいいじゃありませんか。有望な新進外交官だって言うし、よっぽど宗像さんの女性になりたいんだろうし、結婚すればきっとよくしてくれますよ。私、恋愛のない結婚なんて断然嫌。でも今の日本じゃ恋愛は恋愛、結婚は結婚と二つに分けて考えたのが結局いい結婚ができるんじゃないかな。そんな考え方私気に食わないわ。なぜ？ねえや、アイロン当ててよ。なぜ気に食わないの？そんな考え方は卑怯だわ。好きになったら一緒に暮らせばいいじゃないの。恋愛に悔いを残す女なんか一生不幸になると思うわ。悔いって？後悔のことよ。歌子姉様だって好きな人以外の男と結婚すればその後悔は一生ついて回ってよ。しかし結婚なんて人生を一緒に旅行するようなもんで、親切によく気がついていたわってくれる人が一番いいんじゃないかな。だがまあどっちでもいいや。お腹すいた。ご飯にしてください。あら、すいません。今すぐ支度するから、お姉様も一緒に食べてらしてね。オムレツのこさえ方とても上手になったんだからね。じゃあ歌子さんにも一つ手伝っていただいてスピーディーに狙うかな。何ぼんやり考え込んでんのよ。お姉様も手伝ってよ。こうなるとあとは子供のことだけですね。
妙な赤ちゃんでも生まれたら私に知らせないで。そんなことは取り越し苦労ですよ。それより大きくなってからの父親の問題だな。いいわ、お父様はって聞いたら良好中だって言えばいいんです。さあ、僕はもうそろそろ大森へ帰ろう。9時になったんでしょ。ああ、そうね、しっかりしてたわ。遅くなっちゃって女中にかわいそうだ。いいの、朝はゆっくり寝てるんだから。あなたこそお気の毒ね、毎日寄ってくだすって。僕は平気ですよ。この生活を始めてから夜遊びはしなくなったし、かえって体にいい。さあ着替えようかな。今お洋服持ってくるわ。そんなのが試験結婚って言うんでしょうね。そうね、でも私おめかけみたいでしょ。近所じゃ何と思ってるかしら。でも楽しいわ、こんな風な生活ならいつまで続いてもいいわ。あなたが来る時にはちゃんと身綺麗にしてるの。あ、すいません。でもその点感心しない？何をです？身綺麗にしてること。それは感心するよりむしろ感謝してますよ。いつまで続いてもいいわ、こんな生活なら。はい、あ、もしもし、はい、病院かな。はい、なんだ、向こう行ってなかのか。あ、もしもし、はい、あ、え、生まれました？え、男の子？は？あ、おめでとうございます。奥様は、なかなかしっかりしてらして、お子一つあげられませんでした？何しろあんまり小さいんでね。どちらかといえばお父さんにでございますのね。僕に似てますか？うちのおふくろね、それでもなんとなく気にしてましたよ。私のこと何かお聞きになったの？うん、別に気はしないけど。この間一緒にデパート行った時、赤ん坊用品の売り場を通りながら、この頃は仕立て上がりの産着にもなかなか立派なのがあるんだねって。ああ、ところで赤ん坊の名前だけど何か考えてる？うん、明日までに何か考えてきてちょうだい。どんなのがいいかな。兄貴の名前から一字取る？どっちでもいいわ。私たちが女兄弟だもんだから、私女の子が生まれるような気がしてたの。僕、あ、
どうぞ。何です？いいえ、つまらないこと。いつか浅間に登ってみたいと思って。登りましょう、ご一緒に。あなた何をおっしゃろうとお思いになったの？あ、僕もうおじさまからお気になったでしょうけど、僕たちの、いえ、僕のお願いのご返事聞かせてあげないでしょうか。しかし僕はもうしばらく考えさせていただいて。しかし良さをちゃんと知ってるでしょ。あとのいいところをはっきり掴んでるつもりです。ねえ、これいただいといていいんでしょ。どうぞ。そのうちもっと大きく伸ばします。のご返事はイエスと思っていいんでしょうね。ご隠居様がいらっしゃいました。あら、いらっしゃいまし。どうぞ。良太の代わりにちょっと用事を見に来ました。涼太さん、どうかなさいましたの？風邪ひいて寝てますよ。どこです？陽一はどこです？こちら。寝てるんですか？抱っこしてごらん。じゃあ、おお、重いこと。
ゃお宝。こんな血色のいい赤ちゃんは珍しいこと。亮太さん、よっぽど悪いんでございますの？そんなでもありません。奥さんがあるようでないようで一人で寝ています。じゃあ私明日でもご看病に伺います。坊やを置いて。はあ、ひどいお母ちゃまね。坊やはこんなに小さいのに。亮太のはほんのちょっとした風邪ですから、明日あたりは起きられます。毎日ここへ寄って帰りが遅くなるからですよ。あは、坊や、いい子いい子。いろんなものがありますね。ほら、坊やのワンワンがありましたよ。まあ、いいワンワンですこそ。どうぞ。あの、坊やの産砂はどこ？ここはコンピラ様でしょうかしら。いやですね。違いまして、いっぺも亮太も三の様ですよ。大森の坊やもあっちやしね。ほら、あっちですよ。亮太が、あなたと結婚するって聞いたときは、あなたやあなたのお父さんは随分統制風な苦手な人だと思ってましたよ。きっと人の良い亮太をいいようにしたんだと思って恨んでましたけど、近頃亮太から話を聞いて、あの子の気持ちがよく分かって感心しましたよ。あの子は小さい時からどっか一風変わっていましたよ。あなたも亮太を利用するばかりでなく、本当の嫁になってもらいたいものですね。死んだ一平のことはもう何と言っても帰らないことなんですからね。はい、坊やを連れて大森へ来てください。はい、おお、よしよし。ね、少しは大安がいいんですよ。はい、さあ坊や、あっち行ってねんねしましょうね。軍に帰ったな。よくしたもんだ。兄貴の部屋行ってみません？これからあなたの部屋になるんだ。え？まではと思って、そのままにしといたら。手をつけなってもよかったの。亡くなった人は帰ってきやしないわ。見えるわね。あけみさん、
ここ。お待ちになった？うん、そんなでもない。何するの？フルーツポンチ。フルーツポンチ。坊やはおばあちゃんに預けてきたの？おばあちゃんもお話にならないのよ。実はね、上野の展覧会があんまり評判だから急に行きたくなって電話かけたの。ありがとう。あら、じゃないかしら。ギャラリーで野上さんの展覧会があるのよ。うっかりしてたわ。野上さんって、あ、歌子さんの愛人だった人。じゃあ僕たちも見ましょうか。歌子姉様、青木さんに隠れてこっそり見に来たのね。やっぱり気になるんだわ。来てたでしょ。お会いになった？ええ、会いましたよ。あの人も変わりましたね。いらっしゃいまし。以前もあんなに美しかったのに、すっかりやつれちゃって。だが本当は会いたくはなかったんです。僕はあの人の面影を永遠の女性として残しておきたかったんです。生地あって寂しい真実に触れたくはなかったんです。あなたも結婚なすったんですってね。ええ、後でご紹介するわ。不死身でお会いした方じゃありませんね。ええ、そう。なあ、誰とでも結婚できるんですね。いいえ、その反対よ。女は誰とでも勝手に結婚できないの。私もそうだったけど、歌子姉様だってそうだったと思うわ。野上君ってなかなかいい絵を描くね。ねえ、完成した恋愛が中絶するのと、未完成の恋愛がそのままで中絶するのと、どっちが諦めやすいかしら。物が本当ならどっちだって同じだろ。歌子さんは一生寝覚めが悪いわね。で、君も兄貴のことを思い出してるってわけかい。違う、歌子さんは野上さんとの恋愛で何一つ許さなかったらしいのよ。私はお兄様があんなことになったって自分の大変な過失かと思ったけど、結局私の方がお姉様より幸福らしいわ。何がつまらないかと思い出してるんだ。でもあなたがいらっしゃらなかったら私の方がずっと不幸だったに違いないわ。しかし歌子さんって人は案外恋愛問題に対して淡泊なんじゃないかな。そうしたらそれでまたいいのさ。とにかく私はあなたにすまないわ。ん？どうして？まあいいさ。どうだい、珍しくいいお天気じゃないか。上野の帰りに時間があったら兄貴のお墓参り行こうか。しばらくご無沙汰してるから。ごめんなさいね。僕たちの幸せはこれからだよ。